さあ、皆さんこんばんは。どうも、飛び石連携の藤井ページです。毎週ですね、ゲストの方をズームで招いて生配信やらせてもらってるんですけれども、今日はね、ちょっと息のいい若手がコンビで出てくれることになりまして、きっとね、ここに来てくださってる皆さんはご存知かもしれないですけど、ちょっとまあ本当はそんなことないんですよ。本当はそんなことないんですけど、ちょっと不仲であるというようなことがですね、ちょっと取り沙汰されてるところもあってですね、ちょっと今日はその辺の真相が聞けたらいいなと。絶対にそんなことないですからね。あんなもんもうビジネス不仲ですから。もう絶対に仲はいいと思いますんで。早速二人スタンバイしてくれております。登場してもらいましょう。竹内図の二人です。どうぞ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません。ごめんね、急に頼んだのに出てくれてありがとう。あ、いえいえ。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ちょうど、あれやね、はい、ちょっと前に YouTube 始めたんやね。竹内図、ね、そうなんですよ、1週間前に、はい、はい、始めました。あ、すみません、竹内図のガンマノスケと申します。ガンマノスケ君と竹内君です。はい、竹内です。お願いします。お願いします。はい、はい、その YouTube のさ、はい、初回の配信ちょっと見せてもらってんけど、はい、あ、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ちょっとはい、見せできない感じのカットのされ方をそうですね、ちょっと野球、はい、まあ野球してて、うん、まあちょっとね、ここに来てる皆さんはご存知かも、はい、まあご存知だと思うんだけどね、水曜日のダウンタウンでさ、不仲なコンビのスピード解散ドッキリみたいなのがね。あ、そうですね、スピード解散選手権っていう、そうね、はい、それで多分今後抜かれることがない最速ラップを叩き出してたからはい、あれはちょっとびっくりしたよね。まあ、一応タイムが、うん、僕ら一応10秒解散しました、はい、10秒でしたね。はい、まあ、僕は仕掛け人で、竹内くんが来てから、うん、まあ、解散切り出して OK をもらうまでの時間なんですけど。うん、いや、そこ迷いはなかったもんな。あれ、でも、ほぼ1秒でしたもんね。うん、そうやな。もう、あれはもう時間、はい、考える時間なかったに等しいもんな。そうなんですよ。うん、ですね、はい、っていうことはさ、まあ、あの時の状況で言うとやけど、はい、竹内くんの方は、いつかそんな話が来たらそう言ってやろうっていう準備ができてないとカウンターは入れれないもんね。ああ、でもそうですね、本当にまさに、うん、なんかもう空気感的にもうそんな話だろうなっていう感じがちょっとあったんで、やっぱちょっと不穏な空気が、はい、うん、で多分これもしかしたら解散っていう可能性あるなって思ってたんで、ああ、ちょっとまさに来たな、来たなというか、まあ自分の中のシミュレーションはできてたわけね。そうですね、でまさにそのシミュレーション通りだったというかいや一応そのガマノスケ君の想定の中では、まあ、はい、もうちょっと粘るかなみたいなところはあったわけ。あんた、いや僕でも半々で、うんうん、半分ぐらいは、まあ、一瞬で言うかなっていうのがあって、でもう半分は、うん、いやちょっと、ま、もうちょっとその、まあ、それこそ、まあ、ゲラーっていうそのラジオのアプリがあるんですけど、うんうんうん、それで僕がまたちょっと本当にそれかい、あの解散しようとしたんですよ、うん、ラジオの中で、うんうん、でそれがなんか面白いって言っていただいて、それこそ岡野さんとかニューヨークさんがラジオで言ってくださった時期だったんで。なるほどね。なんかもうちょっと今、うん、ラジオとかがフューチャーされてるから、いやもうちょっと待ってもいいんじゃないっていう可能性もあったと思ってて、うん、僕はそっちにもうちょっと粘るかなって思ったんですけど、うんうん、なるほどなるほど、うんうんうん、即決したもんなんで、でそのまあイラブの見ていただいたら分かるんですけど、僕一瞬固まってるんですよねそうやそうやんな、解散しようってした後に、うん、うん、って言われて、うん、そのあまりにも早いカウンターパンチだったんで、なんか当たってるの最初気づいてなくて僕の中ではあれマジで3分ぐらい沈黙してるんですよ、はい、体感全然だからもう倒されたことに気づいてなかったよな、はい、失神してましたね、死んでることに気づいてなくて、めちゃめちゃかっこええやんそれ、はい、倒し方としてはで一応もう一回あれうんって言ったよなって今あれ、いやでもそんなわけないな、うん、あれもう一回確認で聞いてみよう、うん、あ、なんか相づちかなって思っちゃって、うん、自分は倒れてるけれども、うん、今どういう状況なんだろうみたいな解散に対しての運じゃなくて、うん、なんか相づちの運かなって思ったんで、もう一回一応念のため、あ、じゃあ解散ってことでいいですかって聞いたことに対して、うん、もう一回うんって言ったんですよ、うん、でそこで一応タイマーストップで、そこまでで一応10秒みたいな。あ、じゃあもう実質1秒やな、はい、うん、まあ、そうですね、はい、そうですね、あ、そうなんや。いや俺はあんまり解散ドッキリっていうのが好きじゃなくて、 ああいうのってさ不仲なコンビに仕掛けたりするじゃない、テレビ的に、はい、でもさ
あのほらそういうギリギリのところで成り立ってるコンビっていっぱいいるじゃない。まあ、そう仲はあんまり良くないけど、ね、ただでも、はい、あのお笑い好きやしコント好きやし漫才好きやしみたいな、はい、まあそれがつなぎ止めてるみたいな、うん、それを切りかねないでしょその絆を。でそれで一回、はい、あの瞬間ね、あとのガマノスケ君の方は仕掛け人やけど、はい、竹内君の方は一回切れたかもしれないじゃん、はい、よく今まだ2人でやってるよね。まあそう、うん、はい、まあでもタイミングも良くて、うん、タイミング良かった。スピード解散選手権の話いただいた時、うんうんうん、マジで僕ちょっと解散しようかなって考えてた時だったのでそのなんか言い方ちょっと難しいですけど、うん、なんかお試しで言えるっていう僕の中ではでその解散ってそんなお試しないよ。解散ってマジじゃないですか。解散言う時ってもう引くに引けないじゃないですか、うん、でもそうやな、そうやな、その水曜日のダウンタウンでスピード解散選手権っていうそのバックがあったんで、うん、あこれは相手の反応試せると。いやそうなんです、相手の今の気持ちをどう思ってるのかっていうのを聞けるっていうのは僕の中ではまあなんか嬉しいお話だったというか。なるほどね。そうですね、だから一気増えたというか、その要はさバックにダウンタウンがいるわけやからね、はい、いやそうですね、はい、もうそこで本当にあの解散してしまうとちょっとダウンタウンさんに気まずい思いをさせてしまうからな。いやいや、うん、僕らぐらいのこと気にしないですって、うん、やっぱり、はい、おでマジで、はい、いやでもちょっと、ね、いやでもなんか、うん、何週かしすぎて、うん、これでマジで解散した方が面白いのかなって思っちゃったり。いや面白くないよ別にそれはドキドキしたよ、うん、岡野さんが一応仕掛け人で、うんうん、いや本当にマジで解散しないでって言って、まあ、一応止めていただいたんで、うん、まあ、なんとか、はい、うん、まあ、続けていこうっていう感じではあった。でも僕の中ではでもその相方の気持ちを、うん、あの初めてというか、うん、僕はすごいいい機会だったのかなっていう。その竹内君の方はどうだったん？その解散しろって言われて、あでしょうね、はい、みたいな感じで一回うんって言って、こう、そうですね、はい、ドッキリでしたって言われて、あじゃあ続けるかと普通になれるものなの？まあそうですね、もう解散してないだけで気持ちはもう変わってないというか、うん、その続けてるんですけど、やっぱ嫌いは嫌いなんですよ、やっぱり。そんなこと言うなよ、相方のこと。そんなこと言うな、はい、だ解散しようがしまいが、うん、逆にモチベーション変わんないというか。いやいや、ちょっとそんなこと幽体離脱みたいなこと言うなよ、はい、うん、いやいや、うん、まあでもそのやる相手が変わったりとかも自分一人でやんなきゃいけなくなるってだけで。あ、じゃあお笑いはやめる気はないんでしょ、はい、別に。お笑いは続けようと思ってるんで、うん、まあしょうがないかぐらいの感じですね、うん、もう解散しちゃっても。なんでそんなこと言うんだよ。まあ、ちょうどねその放送があった後にな、はい、ちょっとイベントで一緒になってな。あそうですね、はい、そうですね、ご一緒させていただいて。そうそう、その時にああの竹内図やと思って俺。あおお、ほんでありがとうございます、はい、でちゃんとさ本当、まあ、楽屋がな袖のところにちょっと狭いスペースしかなくてさ、はい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 、でそこでいてさ、はい、みんなでこう喋ってる感じの時に本当にちょっと軽い小競り合いが始まった時に、はい、あ本当に小競り合うんやと思って、はい、でもただ俺はでも結構見てるけど、はい、本当に仲悪いとかもう、はい、もうギリギリアウトぐらいのところのコンビって喋らないしね、はい、全然。あれぐらいのスペースのところやったら絶対に一人がわざとどっか別のとこ行ったりとか、はい、うん、あなるほど、はいはい、っていうとこをいっぱい見てるからな、はいはいはい、そこまでのレベルには至ってないんかなと俺は思ったけど。あまあでも、まあ、必要最低限の会話はしてます。多分お互いが、うん、多分お互いが頑固なんで譲らないじゃないですかね、うん、多分もう その自分が負けたってなりたくないんで、うんはい、なんで多分、うん、同じ楽屋でも逆に座るというかお互い。あ、なんで俺が移動しなきゃダメなんだよみたいなとこと、まあまあ別に僕も気にしてないっていうのはあるんですけど、はい、うん、最近僕移動してるんですよ、どっちかというとなんかその、うん、相方の笑い声あんま僕好きじゃなくて相方がいやそういうこと言うなって言うなよそういうこと。機嫌いい時僕めっちゃ嫌なんですよ、うん、いやめっちゃいい顔してるよ、うん、その時笑い声いやそのゲラのラジオもそうなんですけど、うん、基本あ竹内くん僕のことバカにしてるんで、うん、めっちゃヘラヘラその声が僕好きなんでこれねこれねこれこれが嫌いなんでそんなこと竹内くんのお母さんの前で言えるかそんなもんほんまこれねこれねこのヘラヘラしてるの嫌いで、はい、あのいいじゃん、最近だからその僕が先に楽屋いたのに竹内が来てでなんかみんなヘラヘラしてる
時とか、俺が先に楽屋行ったのに、いや嫌な気分になるじゃないですか。で一応僕がどこで、そんなあの嬉しいのが、そう吉本のさんの舞台ライブに呼んでいただいた時に、竹内知り合い全くいないんでめちゃくちゃ静かなんですよ。その時一番嬉しいです。吉本のライブに呼んでいただきたい。いやでもだんだんでもこれで知り合い増えたら、はい、もう僕の勝ちですから。そうやな。いや全然誰も喋ってないです。吉本の神保町のライブとかももう誰一人喋ってなくて、僕の知り合いいっぱいいるんで。最初は誰もがそうやもんな。最初は誰もがそうやけど、でまあ、そのありがたいことに最近いろんな人にね喋っていただける機会が増えたんですけど、僕的にはいやもう誰とも仲良くなってほしくないというか、竹内が竹内の喋る相手が振っちゃうと僕は楽屋からその笑い声聞こえると嫌になっちゃうんで。あれ大阪でやってたの、お笑いを。あ、それは僕相方ガマノスケの方ですね。あ、なんかハイスクール漫才っていうなんか高校生が出れる大会があって、うんうんうん、はい、それに一応僕高校生の時にちょっと出てたみたいな感じ。そうなんや。はい、それで東京に出てきてお笑いを本格的に始めるみたいな。そうですね、はい。それが JC で、はい、JC で僕は NSC とか行ってなくて、うん、大阪の時はその高校生でもお金払えば誰でも出れるみたいな、まあ、東京でゲレロンステージとか ああいう感じのライブに高校生の時にお金払って出たことはあったんですけど。え、どこで竹内くんと2人で知り合ったわけ？じゃあそこは。あ、でも完全に養成所ですね。養成所なんやな、はい。でもお互いこうやってなんか、はい、ちょっといい感じでちょっとやってみようかみたいな、最初から仲悪かったわけじゃないでしょ、だって。まあでもよくもなくて、その解散の時期が一緒だったんです、うん、普通ですね。養成所の時にもともと組んでたコンビが同時期に解散したんですよ、うん、ああ、それでお互い余ってたからちょっと組むかみたいな、はいはい、そうですね。で養成所入りたてで、はい、うん、まだ僕は身長知らなかったんで、うん、で僕が身長高かったら誰でもよかった。で僕がその人にご飯行って、うん、なるほどな、うん、えってもうキモいって、そキモないよ、可愛いやん、可愛いと思えって、まずもう、うん、なんで、はい、挑発するなって、挑発を。僕ちょっと見てもらっていいですか。僕も口元見てもらいたいんですけど、いいよいいよ。3日ぐらい前に、うん、とあるオーディションがあったんですけど、うんうん、その時に、うん、ネタで僕が叩かれまくるネタがあるんですよ、うんうんうん、どつかれまくるネタが、うんうん、でその時にオーディションの、棒があるんですけど、うんうん、棒でこういう感じですよね、ちょうどこういうなんか棒があるんですけど、うんうん、叩かれまくってたら、この棒が取れて、うん、中の芯があるんですけど、うん、芯で思いっきり僕バーンと叩かれて今口怪我してるんですよ。見てもおい、あ、ちょっと見えにくいんですけど、おうおうおう、今青タンみたいなできて、うん、あ、そこ分かる分かる分かる、うん、そうですね、そこに当たったよな。これに対して竹内謝ってないですね、うん、ネタ中のな、不良の事故やからな。スタッフさんも、うん、え、顔大丈夫ですかみたいな、うん、で僕気づいてなかったんですけど、顔もちょっと腫れてたらしくて、うん、いやもう被害報告配信はええって、もうほんまでなんか楽屋帰ったらもう、うん、支度してもうすぐ帰ってたんで、うん、ごめんもなく、うん、それでもさ、最初はでもほら、うん、いや俺はな、はい、そのタイミングで解散して組んだっていうのは俺すごい縁やと思うよ。俺今組んで、まあ、そうで、ね、組んで何年今、何年、今4年目、4年やろ、4年やってるわけやろ、うん、はい、うん、でさ、別にずっと最初からそんな嫌いやったわけじゃないじゃない、嫌いなやつとは組まないじゃないだって言って、まあそうですね、最初はそんな、うん、はい、だからいやまずね、お互いのことを嫌いとか笑い方が嫌だとかまず言うのは、もうほらお互い嫌な部分はあるって、コンビやってたらまずそこをね言わないことから始めないと、お互いに。そうですね、僕ガマノスケの悪口全然言わないんですよ普段言いますよ、言ってないんですけど、やっぱ言いますよ、あなた言ってますよ、楽屋で、うん、楽屋で言ってますよ、なんか言ってた、僕がいないところで陰口で。竹内くんは俺なんかイメージあんねんけど、ちょっとしたガマノスケくんのミスとか好きよね、うん、あ、大好きです、はい。いや、でもやっぱりほら、はい、なんとなく今仲悪いっていう噂が立ってるのが加速をかけてお互いに言い合ったりするかもしれんけど、はい、まずそれは一回ちょっと我慢せなあかんのじゃ。まあでも安定はしてるんですけどね、はい、なんかそのお互いをつなぎ止めてるそのコンビとしてモチベーションはどこなの、それは。あ、うん、でもほらやってる以上はなんかね、まあそうですね、僕の中ではまだちょっとネタが、うん、まあ、ありがたいことに受けてるので、いや面白いやんだって、うん、ありがとうございます。まだちょっと他周りの芸人さんが楽屋とかで結構喋りかけてくれるんで、
まだやっていけるかなっていう。だからこれがもうネタもつまんないし、芸人さんもやっぱもう無視っていうか、もうその興味がこっちになくなった瞬間にはもうこれは解散する時期だなと思ってるんですけど。いやもうこのレベルで受けなかったらもうやめてるよとっくに。そうですね、ネタ面白いもんだって。だからまだ、そうですね、ありがたいことにまあ受けてるからなんとかっていう感じですかね。それはあれ、竹内君もその同じ感じ、はい、まあ、ネタが受けてるしみたいな。そうですね、基本的にやっぱ一番そこが多いんで、やっぱ出番として。うん、じゃあで何より、うん、はい、うん、やっぱファンの方がいらっしゃるんで、うん、その人のためにいい思ってない、はい、思ってないとか言わなくていいんで、10秒で解散する男です。10秒で解散する男です、はい、こいつは。それは積み重ねがあったから、はい、それファンのこと、でもあれきっかけに知ってくれたりとかした部分もあるでしょきっと。あ、でもめちゃくちゃ増えました。結構大きいね。うん、名前はな、はい、だってあの水曜日のダウンタウンで、でおそらくやけどあのシーンはきっと今後もいっぱい使われるよ。おお、でもいやそうだった、ありがたいですね、うん、うん、それ、うん、あのこれあんまり不仲なコンビに聞くとちょっとトリガーになったりもすんねんけど、はい、どっちがネタ書いてたりすんの？あ、一応僕が全部、はい、うん、はい、書かせていただいてまして、うん、まあ、最近は、うん、まあ、相談乗ることもあります、ね、あ、いいじゃない、いいじゃない、うん、はい、で前までは僕が例えば A のボケと B のボケどっちがいいみたいな感じで、うん、まあ、その喫茶店とかそのファミレスとかで聞いても、うん、ずっと下向いてポテト食べたりとかしてずっと無視されてたんですけど、うん、まあ、なんか聞いたらなんか分かんないって言ってて、そのネタの作り方が全く分かんないんで、あ、もう任せると。最近は、うん、そうですね、最近は竹内くんなりに、うん、なんかたまに、まあ、僕がこうした方がいいと思うんだけどって聞いたら、うん、ああみたいな、まあ、いいんじゃないとか、うん、いやこうした方がいいみたいなのたまに言ってくれたりとかするので、うん、それはそうですね、昔に比べたらちょっとやりやすくなったなっていう、まあ、ちょっと意見を聞けるというか。僕結構大きくボケる方は竹内くんじゃない？ネタ上はそう、ネタ上そうでしょ、舞台上では。ってなってくるとさ、はい、自分があこうやってる時の方がウケるんやなみたいなで、だいぶ体感としてだいぶできてきたんじゃないの？うん、そうですね、結構ネタがアドリブの部分あったりとか、うん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 、まあ、なんか細かく決まってないネタとかあったりするんで、うんうん、そういうところは自分なりにやったりして、うん、受けそうだったらそれやるみたいな感じですね。うん、そうなってくるとさ、はい、でもだんだん自分の意見ってやっぱ出てくるよね。いや、ないですねはい、そうなん、はい、全然ないです。え、別にないのはね、でも相方のさ、はい、作るネタに身を委ねてて、それがうまいこと言ってるわけやからな。はい、そうです、そうです。ネタで別にそれで面白いんだったら全然その通りにしますし。そこに関しては、はい、別に不満はないわけでしょ？全然ないです。そこはないですね。あ、いいじゃない。これ大事なところよ、はい、これ。まあそうです。これは、でやりたくないって言ったことは一回もないですね。竹内は。このネタやりたくないみたいなのは。これでかいよ、はい。これでかいな、それ。でもこれは、でもちょっと、ねえ、こう、コンビの関係として成り立ってんもんな。そう